はい、リコと申します。よろしくお願いいたします。この動画は私が好きな科学者の人生や業績などを紹介する動画になっております。科学者シリーズ第28回目は、市民に誤解されギロチンで処刑された近代科学の父アントワーヌ・ラボアジェについてです。それでは早速始めていきましょう。1794年のフランス革命の時にですね、ある一人の科学者がコンコルド広場にあるギロチンで処刑されたんですね。で、科学者のジョセフ・ルイ・ラグランジュは、彼の頭を切り落とすのは一瞬だが、彼と同じ頭脳を持つ者が現れるには100年かかるだろうと言って、その科学者の死を嘆いたんですよ。今回は市民に誤解されギロチンで処刑された近代科学の父であるアントワーヌ・ラボアジェについてお話ししていこうと思います。アントワーヌ・ローランド・ラボアジェはフランス出身の徴税請負人と科学者になります。1743年8月26日生まれで、1794年5月8日の50歳で亡くなりました。まずはラボアジェの業績からお話ししていこうと思います。ラボアジェはですね、中学校の理科で学ぶ化学反応の前後では質量が変化しないよっていう、質量の保存の法則を発見するんですね。それで1768年から1769年にペリカンの実験を行って、1774年の1月にこの実験により質量保存の法則を発見するんですよ。ちなみにこのペリカンっていうのは、形が鳥のペリカンに似ていることから名付けられた上流器のことを言います。このペリカンの実験は、水をガラス容器に入れて密閉状態で沸騰させて101日後正確に重さを測るっていう実験になります。この実験により当時考えられていた水は土に変化しうるっていう説を否定したんですね。さらに1774年4月にはベトルトにスズを入れて加熱して燃焼によりできたスズの灰の重さを比較するっていうレトルトの実験を行ったんですね。それで第11回で紹介したロバート・ボイルが提唱した火の粒、フロギストンって当時は呼ばれてたんですけど、それが存在しないと判断しました。ラボアジェの父親は裕福な弁護士だったんですよ。そして母親はですね、ラボアジェが5歳の時に亡くなっていて、ラボアジェは莫大な遺産を引き継いで、叔母の下で育てられるんですよ。それで1754年から1761年にはマザラン学校へ通って科学、植物学、天文学、数学を学びます。それでその後は父の職を継ぐために法律家を目指すんですね。1761年にはパリ大学の法学部に進学します。そこでは天文学、博物学、植物学、地質学、鉱物学、化学など自然科学に興味を持つんですね。それで1763年には博士号を取得して、1764年に弁護士試験に合格して高等法院法学士になるんですよ。それで1766年にパリ科学アカデミーがですね、都市の街路に最良な夜間照明の方法というテーマで論文を募集するんですね。そして1766年4月9日にですね、ラボアジェの論文が大賞を取るんですよ。それでこの業績もあって、1768年5月18日にパリ科学アカデミーの会員になるんですよ。1768年からは徴税請負人の仕事に就くんですよ。で、この徴税請負人っていうのは市民から税金を取り立てて国王に引き渡すっていう仕事なんですね。
で、さらに自分も高収入を得ていたので、当時の市民からは憎まれていた職業だったんですよ。1771年12月6日には徴税受け負い人長官の娘であるマリー・アンヌ・ピエレット・ポールズと結婚するんですね。ちなみにラボアジエは当時28歳で、マリー・アンヌは13歳だったんですよ。で、このマリー・アンヌは夫であるラボアジエの役に立とうと、英語、ラテン語、イタリア語、科学、そして絵画の描き方を学びます。さらに論文や手紙をラボアジエのためにフランス語に翻訳したり、実験の際には非常に細かな点までスケッチに記録を残す手伝いもしていたんですね。それで1772年にはラボアジエは貴族の地位をお金で手に入れるんですね。で、その後1775年には火薬小石公社の火薬管理監督官になって、で1776年には、兵器廠に移り住んで、そこで実験室を作ってさまざまな実験を行うんですよ。ラボアジエはですね、お金には困らない生活をしていたので、腕のいい職人に対してですね、細かい指示を出し、数々の実験器具を特注していたんですね。で、それらの実験器具を使って極めて精度の高い定量的な測定に努めていたんですよ。それで1777年には燃焼は物質と気体が結合することを説明するんですね。そして1779年にこの時の気体をオキシジン、つまり酸素と名付けるんですよ。それで1787年ラボアジエはですね、クロード・ルイ・ベルトレーやルイ・ベルナール・ギトン・ド・モルボーやアントワーヌ・ド・フルクロワとともにですね、化学命名法を表すんですよ。この中で物質の命名法を定めて、そして水の成分がですね、酸素と水素であるっていうことを記しているんですよ。で、水の成分が酸素と水素であることはですね、実は第23回で紹介したヘンリー・キャベンディッシュがですね、すでに発見していたんですけれども、優先権の主張はしていなかったんですよ。それで1789年にはですね、化学原論を出版して、33の単一物質を示すんですよ。ちなみに化学原論の内容は、第1部が気体の生成分解、第2部が塩基や酸、塩、第3部が化学の実験器具とその操作、質量保存の法則になります。1787年にはラボアジエはフランスのオルレアンの地方議会で第3身分の代議員になるんですね。それで1789年7月14日にですね、バスティーユが襲撃され、フランス革命が進行します。で、その頃ラボアジエはですね、パリで貴族階級の補足代議員を務めていたんですよ。そして1792年には政府関係の職をすべて辞任して、パリ科学アカデミーの活動に専念するんですね。しかしフランス革命によりアカデミーは閉鎖されてしまうんですよ。1793年11月24日にですね、徴税受け負い人を全員逮捕すべくラボアジエは指名手配されるんですよ。で、ラボアジエはですね、すぐに自首したんですけれども、徴税受け負い人長官の娘と結婚していたこともあり、投獄されてしまうんですね。そして1794年5月8日にフランス人民に対する陰謀の罪で死刑が決定してしまい、その日のうちにコンコルド広場にあるギロチンで処刑されてしまうんですよ。ただ実はラボアジエはですね、そこまでひどい徴税はしていなかったんですよ。むしろ税を減らそうと努力していたんですね。
そんなラボアジェの処刑をですね嘆いて、科学者のジョセフ・ルイ・ラグランジュは彼の頭を切り落とすのは一瞬だが、彼と同じ頭脳を持つ者が現れるには100年かかるだろうと言いました。で、他にもですね、多くの科学者がラボアジェの処刑を悲しんだんですよ。ラボアジェはですね、亡くなる直前に妻に手紙を書いていて、その中でですね、私は非常に幸せな人生を送ってこられた。そして私の思い出にはいくらかの栄光が伴うと信じている。それ以上何を望むことがあろうか。今回の出来事は私に老年の不如意を免れさせるだろうと残しているんですよ。潤沢な資金があったことで、より優れた実験器具を作ることができて、そして多くの業績を残してくれた科学者であるラボアジェなんですけれども、その最後はですね、市民の税を減らそうと努力はしていたんですけれども、徴税受け負い人という職のため、ギロチンで処刑されてしまうんですよ。もしかしたらフランスの情勢が安定していて、ラボアジェが研究し続けることができていたのならば、さらに様々な業績を残していたかもしれないなっていうふうに私は思います。今回は市民に誤解されギロチンで処刑された近代科学の父であるアントワーヌ・ラボアジェについてお話しさせていただきました。この動画で少しでもラボアジェのことに興味を持っていただけたのなら嬉しく思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。